セルピンは最初にプロテアーゼ阻害効果を持つことで同定された類似構造を持つタンパク質のスーパーファミリーですべての境の生物で発見される。セルピンの略名はもともと最初に同定されたセルピンがキモトリップシン様セリンプロテアーゼに対して働くために名付けられた造語である。特筆すべきはセルピンの珍しい活性機構であり、セルピンは 一体構造の大きな変化を受けることで、プロテアーゼの活性中心を破壊し、標的を不可逆的に阻害する。この阻害機構は、他の一般的なプロテアーゼ阻害剤が、競合的阻害剤で、酵素と結合して、活性中心を塞ぐことで働くのと対照的である。セルピによる、プロテアーゼ阻害は、血液凝固反応や炎症といった数々の生化学工程を制御するため、 セルピンに含まれるタンパク質は医学研究の対象となる。セルピンの構造変化はユニークであり、それゆえに構造生物学やタンパク質の折りたたみの解析においてもセルピンは興味深い研究対象とされる。構造変化による阻害機構はいくつかの利点を持つが同時に欠点も抱えており、タンパク質の折りたたみ以上や 不活性の調査重合体の形成のようなセルピン病を起因する変異に対し脆弱である。セルピンの重合反応は活性を有する阻害剤の減少につながるのみならず細胞死や臓器不全をも起こし得る。ほとんどのセルピンはタンパク質の分解反応を制御するが中にはセルピンの構造を持ちながら酵素阻害剤として働かず貯蔵や ホルモンの輸送タンパク質のように運搬に関わったり、分子シャペロンとして働くものもある。以上のようなタンパク質は阻害剤として働かないにも、かかわらず、進化学的に禁煙なため、セルピンという極は、セリンプロテアーゼの阻害剤以外にも使われる。結晶のプロテアーゼ阻害効果は1800年代の終わりにはすでに報告されていたが、1950年代以降まで、 アンチトロンビニアアルファ1アンチトリプシンをはじめとしたセルピンは分離されていなかった。セルピンに関する初期の研究は人の病気に焦点を当てていた。排気腫を引き起こすアルファ1アンチトリプシン欠損症は最も一般的な遺伝性疾患の一つであり、またアンチトロンビンの欠損は血損症の原因となる。1980年代にはこれらの阻害剤が プロテアーゼ阻害剤とヒ素害剤両者を含む相当なタンパク質、スーパーファミリーの一部であることが明らかになった。セルピンの名は一般的なセルピンの効果であるセリンプロテアーゼ阻害剤に基づいた造語である。同じ頃にセルピンタンパク質は初めて立体構造が解かれ、まず主観型の、そして後に緊張型の構造が明らかにされた。セルピンの構造解析は セルピンの阻害作用が立体構造の珍しい変化を伴うことを示し、その後のセルピンの研究は構造に焦点を当てたものになる。これまでに同定された1000種類以上のセルピンには、36種の人のタンパク質のほか、動物、植物、菌類、細菌、古細菌といった全ての境のものが含まれ、ウイルスから同定されたものもある。2000年代には、 セルピンスーパーファミリーを進化学的な関係から分類するための命名体系が導入された。このように、セルピンはプロテアーゼ阻害剤では最も巨大で最も多様なスーパーファミリーを形成している。プロテアーゼがセルピンの反応中心ループに結合する。プロテアーゼの触媒散々器が RCL を切断すると、 プロテアーゼは不活性型の立体構造へと追い込まれてしまう。ほとんどのセルピンはプロテアーゼの阻害剤で細胞外のキモトリップシン様セリンプロテアーゼを標的とする。これらのプロテアーゼは触媒散残器のうち嗅覚的なセリン残器を活性部位に持っている。例としてトロンビンやトリップシン、ヒトコ中チューキュエラスターゼなどが挙げられよう。セルピンは プロテアーゼの分解機構における中間体を捉えることで不可逆的に自殺型阻害剤として働く。セルピンの中にはセリンプロテアーゼ以外のプロテアーゼのクラスを阻害するものもあり、クラス横断型阻害剤と呼ばれる。セリンプロテアーゼと違うのは活性部位にセリンではなく嗅覚的なシステイン残機を用いる点にある。標的の違いにもかかわらず、 酵素科学的に両者は似ており、両クラスのプロテアーゼに対するセルピンの阻害機構は同一である。クラス横断型阻害剤の例として、扁平上悲願抗原1としても知られるセルピン B4 や鳥のセルピンであるもんなどがあり、この二つはいずれもパパイン様システインプロテアーゼを阻害する。人のセルピンのおおよそ3分の2は、細胞外で働き、血中において、 プロテアーゼの機能を阻害して、プロテアーゼの活性を穏やかにする。例えば細胞外セルピンは、血液凝固、炎症、免疫反応、組織修復における、タンパク質分解カスケードを制御する。シグナルカスケードプロテアーゼを阻害することで、セルピンは発生にも影響を与える。人のセルピンの表は、人のセルピンの広範な役割や、 セルピンの欠損に起因する疾患を示す。細胞内で阻害効果を持つセルピンは多くの場合複数の役割を持っているようであり標的を同定するのは困難であった。さらに人のセルピンの多くはマウスのような実験動物において適切で機能的な相同分子が存在しない。それでも細胞内セルピンの重要な役割は細胞内における プロテアーゼの不適切な活性を防止することかもしれない。例えば研究が進んでいる人の細胞内セルピンの一つがセルピン B 9であり、これは細胞毒性を持つ下流プロテアーゼ、グランザイム B を阻害する。そうすることでセルピン B 9は不慮のグランザイム B 9の放出や時期焦燥もしくは望まれない細胞子の経路の活性化を防いでいる可能性がある。 ウイルスの中には、セルピンを用いて、宿主のプロテアーゼの機能を妨害するものもある。牛刀ウイルスのセルピン、クラマは感染した宿主細胞が炎症反応やアポトーシスを起こすのを避けるために、用いられる。クラマは、システインプロテアーゼであるカスパーゼ1によるイルマイナス1やイルマイナス18の切断を阻害することで、宿主の炎症反応を抑制し、感染性を増大する。 深刻生物では、植物性のある、種のセルピンが、メタカスパーゼと、パパイン様システインプロテアーゼの両者を阻害する。非阻害的な細胞外セルピンも、また広範かつ重要な役割を持つ。サイロキシン結合グロブリンとトランスコルチンはそれぞれ、サイロキシン、コルチゾールを運搬する。非阻害性セルピンである、オボアルブミンは、卵白で最も豊富なタンパク質である。 オボアルブミンの詳細な機能は知られていないが、肺発生における貯蔵タンパク質と考えられている。ヒートショックタンパク質47は、シャペロンでコラーゲンの適切な折りたたみに必須である。このヒートショックタンパク質は、コラーゲン折りたたみが行われる小胞体において、コラーゲンのミエラ線を安定化させる働きを持つ。一部のセルピンは、 プロテアーゼ阻害機能とそれ以外の機能の両方を持つ。例えば、核内システインプロテアーゼ阻害剤であるもんは、腸類において接血球内のクロマチン、最高成分子としても働く。切断を受けていない、セルピンは完全な緊張状態と、部分的に弛緩した状態の平行状態にある。5本のストランドを持つ、AC とは、セルピンの機能に、重要な領域を2つ含み、 それぞれブリーチ、シャッターと呼ばれる。反応中心ループは完全に露出した立体構造と部分的に A シートのブリーチに取り込まれた立体構造の間で動的平行状態をとる。機能が多様であるにもかかわらず、すべてのセルピンは構造を共有する。典型的には3つのベータシートと8か9個のアルファヘリックスを持つ。セルピンの機能において、 最も重要なのは A シートと反応中心ループである。A シートはシャッターと呼ばれる領域とその上部にあるブリーチと呼ばれる領域を持つ平行な2つのベータストランドを含む。RCL は標的となるプロテアーゼとの初期相互作用を形成する。セルピンの構造が解かれたことで RCL は完全に露出しているか部分的に A シートに取り込まれていると示され、また セルピンはこの2つの構造の間で動的平行をとっていると考えられている。また、RCL は、セルピンの他の部位とは、一過性の相互作用しか形成しないため、柔軟性が高く、溶媒に露出している。これまでに決定されてきた、セルピンの構造はいくつかの異なった立体構造を含み、このことは、セルピンの多段階反応による活性を、 理解するために必要である。そのため、構造生物学は、セルピンの機能と正常を理解する上で、中心的な役割を担ってきている。阻害型のセルピンは、多くの小分子型の阻害剤と違い、鍵と鍵穴の関係に例えられる典型的な、競合作用によって、標的となるプロテアーゼを阻害するわけではない。セルピンは競合作用の代わりに珍しい。 立体構造変化を用い、それによりプロテアーゼの構造を破壊して、触媒作用を停止する。立体構造の変化によって、RCL は、タンパク質分子の反対側へ移動し、シート A へ組み込まれ、追加の逆平行 β ストランドを形成する。この構造変化により、セルピンは、緊張状態から、熱力学的に安定な弛緩状態へと転換する。セリンプロテアーゼや、 システインプロテアーゼは2段階の工程を踏んで、ペプチド結合の切断を触媒する。最初に活性部位の散残器の触媒残器が、基質のペプチド結合に対して、嗅覚攻撃を行う。これにより、新たに N 末端が露出し、酵素と基質の間に共有結合性のエステル結合が形成される。この共有結合性の酵素基質複合体を、 アシル酵素中間体と呼ぶ。通常の気質の場合、このエステル結合は、加水分解され、新たに C タンが露出して、触媒反応が終了する。しかし、セルピンがプロテアーゼによって切断された場合、セルピンは、アシル酵素中間体が、加水分解される前に急速に SR 繊維を受ける。 立体構造変化の相対的反応速度が、プロテアーゼによる、加水分解に比べ10の数乗早いという、事実によって、阻害の効率が決定される。この段階においても RCL は、プロテアーゼとエステル結合を通して、共有結合性にくっついているため、SR 繊維はプロテアーゼを、セルピン分子の上から下へと移動させ、触媒散残期をねじ曲げる。 ねじ曲げられたプロテアーゼは、アシル酵素中間体を、極めて低速にしか、加水分解できず、そのためプロテアーゼは数日から数週間にわたり、セルピン分子に共有結合性にくっついたままになる。セルピンは、このように一分子のセルピンが一分子のプロテアーゼを、永続的に不活化し、一度しか機能しないため、非可逆的阻害剤かつ自殺型阻害剤に、分類される。 セルピンの阻害機構は大きな立体構造の変化を伴う。セルピンはまず露出されている反応中心ループを利用してプロテアーゼと結合する。このループがプロテアーゼによって切断されると RCL は速やかに A シートに取り込まれプロテアーゼの構造を変えて機能を阻害する。セリンプロテアーゼやシステインプロテアーゼは2段階の分解機構を持つ。 最初の段階において気質は触媒散々機のシステイン内シセリンによる攻撃を受け、アシル酵素中間体を形成する。典型的な気質の場合は中間体が加水分解を受けて分解する。しかしながらセルピンの RCL が攻撃を受けると立体構造の変化が触媒散々機を適切な位置から引っ張り出して触媒反応の完了を妨害してしまう。 ある種のセルピンは保因子による活性化を受ける。アンチトロンビンの RCL は P1 部くらいのアルギニンが内側に向いており、プロテアーゼは結合するのを防ぐ。一方、ヘパリンが結合すると P1 アルギニンが裏返って露出する。標的プロテアーゼは露出した P1 アルギニンにも結合するがヘパリンにも結合する。そして、セルピンが活性化し、 ヘパリンは放出される。セルピンの立体構造変化は性的な鍵と鍵穴、型のプロテアーゼ阻害剤に対する重要な利点を与える。さらに、阻害剤系のセルピンの機能は、特異的な保因子とのアロステリックな相互作用によって制御されることがある。アンチトロンビン、ヘパリウン、うんほ、因子 2, モン、およびマウスアンチキモトリプシンの X 線、結晶構造により、 これらのセルピンでは RCL の最初の2つのアミノ酸が AC との頂上部に取り込まれるような立体構造が採用されることが明らかになった。このような RCL が部分的に本体に取り込まれた立体構造は機能的に重要であり、以上のようなセルピンは保因子と結合すると取り込まれた部位を露出させるようなプロテアーゼと反応しやすい。 立体構造への構造の再構成を行う。この立体構造の再構成により、セルピンはより効率的な阻害剤となっている。保因子による活性化を受けるセルピンの典型的な例はアンチトロンビンであり、この分子は部分的に取り込まれた相対的に不活性な状態で結晶中を循環している。主要特異性決定器はセルピン分子の本体へ向いているため、 プロテアーゼが利用できない。高分子であるヘパリンの内部にある高い親和性を持つペンタサッカライドの配列がセルピンに結合するとアンチトロンビンの立体構造が変化、RCL が反転、P1 アルギニンの露出する。こうしてヘパリンのペンタサッカライドと結合したアンチトロンビンはトロンビンとダイソインシのより効果的な阻害剤となる。さらに、 この二つの凝固因子系、プロテアーゼ、トロンビンとダイソ因子もまた、ヘパリンとの結合部位を持つ。そのためヘパリンはプロテアーゼとも、セルピンとも結合し、両分子の相互作用を劇的に加速する。初期の相互作用の後、セルピンの最終的な複合体の形成が完了し、ヘパリンの部分は放出される。この相互作用は、生理的に重要な役割を持つ。例えば、 血管壁が損傷を受けるとヘパリンが露出しアンチトロンビンが活性化して凝固反応を制御する。この相互作用の分子的原理の理解により工業固薬として使われる合成ヘパリンペンタサッカライドであるホンダパリヌクスが開発された。セルピンの中には自然と不活性な潜在型構造へと移行するものがある。π-1 は ビトロネクチンと結合していると活性を有する立体構造となる。しかしビトロネクチンがないと π-1 イイは不活性の潜在型へと変化する。切断を受けていない RCL は AC とへ取り込まれ同時に C シートの β ストランドを引きずり下ろす。あるセルピンはプロテアーゼによる切断なしに自然と SR 繊維を行い潜在型と呼ばれる。 立体構造を取る。潜在型のセルピンは、プロテアーゼと相互作用できず、それゆえもはやプロテアーゼ阻害剤として働かない。潜在型への立体構造の変化は、セルピンの切断によって起きる SR 性にとは異なる。RCL は無傷なため、RCL が完全に組み込まれるためには、CC との最初のストランドが剥がれなければならない。 潜在型への繊維の調節は π-1 のようなある種のセルピンの制御機構として働く。π-1 は阻害剤として働く S 型構造として賛成されるが π-1 は保因子であるビトロネクチンと結合しない限り潜在型へ移行することで自動的に復活化される。同様にアンチトロンビンもまた ヘパリンによるアロステリック調節以外の予備の調節機構として自然と潜在型へ移行することがある。また、サーモアナエロバクター属の細菌が持つセルピンであるテングピンの N マッタンはテングピンの活性型構造を維持するために必要である。N マッタン領域による相互作用を遮断することでこのセルピンは自然と潜在型構造へ立体構造を変化させる。 ある種のヒソガイザイ系セルピンも立体構造を変化させることでその機能を果たす。例えば、サイロキシン結合グロブリンの天然状態である S 型はサイロキシンに対し高い親和性を持つが、切断を受けた R 型は親和性が低い。同様に、トランスコルチンも切断後の R 型より、天然状態の S 型の方がコンチゾーリに対する親和性が高い。 このようにして蒸気のセルピンにおいては RCL の切断と SR 繊維がプロテアーゼの阻害ではなくリガンドの放出に利用される。セルピンの中には SR 繊維が細胞のシグナル伝達を活性化するものもある。この場合、標的プロテアーゼと複合体を形成したセルピン分子が受容体によって認識される。そしてこのセルピンマイナスプロテアーゼ複合体と 受容体の結合が受容体による下流シグナルへとつながるのである。そのため SR 繊維は細胞にプロテアーゼ活性の存在を警告するために使われる。このことはセルピンが単純にシグナルカスケードに関与するプロテアーゼに影響を与える通常の方法と異なる。セルピンが標的プロテアーゼを阻害するとセルピンは永続的に複合体を形成するが この複合体は後始末を受ける必要がある。細胞外セルピンの場合、最終産物であるセルピン酵素複合体は循環系から迅速に廃棄される。哺乳類において、この迅速な除去を行う機構の一つは低密度、リポタンパク、七受け容体関連タンパク質を介したもので、このタンパク質はアンチトロンビン π-1、パイマイナス1 ニューロセルピン等のセルピンによって形成される複合体と結合し食作用を誘導する。同様に症状場へのセルピン、ネクロティックはリポフォリン受容体1によって細胞内に運ばれた後ライソゾーム内で分解される。セルピンは広範な生理機能に関与しているためセルピン分子を高度する遺伝子における変異は様々な疾患の原因となる。セルピンの活性や特異性 凝集特性を変化させるような変異は必ず、セルピンの働きに影響する。最も多く認められる、セルピン関連疾患は、セルピン型両体を形成して凝集することによるものだが、他にも疾患に結びつく変異がいくつかある。アルファアンチトリプシン欠損症は特に多い遺伝性、疾患である。疾患関連アンチキモトリプシン変異体の不活性、デルタ型構造。 RCL の4アミノ酸は A c ートの頂上部に取り込まれる。α ヘリックス F の部分的にほぐれた領域が A c ートの株半分を埋める。固く折りたたまれたセルピンは高エネルギー状態にあるため、変異はセルピンが正しく阻害作用を示す前にセルピンの立体構造を容易に低エネルギーの立体構造へと変化させてしまう。 RCL の AC とへの取り込み頻度や範囲に影響する変異は、セルピンがプロテアーゼと接触する前に立体構造の SR 繊維を起こす原因となる。セルピン分子はこの立体構造の変化を一度しか行えないため、結果として生じる不発のセルピン分子は不活性となり、標的プロテアーゼを適切に制御することができなくなる。同様に、 単量体の潜在型構造への不適切なセ維を促進する変異も活性化セルピンの量を減らすため疾患の原因となり得る。例えば、アンチトロンビンの疾患関連多形である、ウィブル型やワブル型は両者とも潜在型構造の形成を促進する。アンチトリプシンの疾患関連変異は、蒸気以外の不活性構造、デルタ型立体構造の存在を明らかにした。 デルタ型立体構造においては RCL の4つのアミノ酸がシート A の頂上部へ取り込まれる。シート A の下部はアルファヘリックスの一つ、カイヘリックスが部分的にベータストランドへ構造変化を起こすことで埋められ、ベータシートの水素結合を保管する。アンチトリプシン以外のセルピンがこの異性体系を取ることができるか。 またデルタ型構造が機能的役割を持つかどうかは明らかでないが、サイロキシン結合グロブリンは、サイロキシンの放出時にデルタ型構造を取る可能性があると推測されている。ヒソ外在系セルピンが変異を起こした場合も、疾患の原因となりうる。例えばセルピンフ1の変異は、人の方型骨形性不全症の原因となる。本来必要なセルピンがない場合、 通常抑制されているプロテアーゼが過剰に活性化し、セルピン病へと移行する。したがって、セルピンの単純な欠損は疾患を生じる。マウスにおいては、セルピンがない場合の影響から、セルピンの通常の機能を実験的に決定するために、遺伝子ノックアウトが用いられる。れに、セルピンの RCL 内部における一アミノ酸の変化により、 セルピンの特異性が変化して、間違ったプロテアーゼを標的としてしまうことがある。例えば、アンチトリプシンピッツバーグ変異は、α1 ア,アンチトリプシンの標的をトリプシンからトロンビンに変えてしまい、出血性疾患の原因となる。ドメイン交換によるセルピンの多量体形性ドメイン交換により生じたセルピン2両体。ドメイン交換により生じたセルピン3両体。 各単量体の RCL は自身の分子内に取り込まれる。ほとんどのセルピン疾患は、タンパク質の凝集によるもので、セルピン病と呼ばれる。本質的に不安的な構造のため、セルピンは折りたたみ異常を促進する疾患基因変異に対し脆弱である。よく研究されているセルピン病に、 家族性の肺気種や時に肝硬変を引き起こす、α1 ア,アンチトリプシン欠損症、アンチトロンビン欠損症関連の家族性欠損症、C1 阻害剤欠損症による1型及び2型の遺伝性欠管性不臭、及びニューロセルピンの封入体形成を伴う、家族性脳症などが含まれる。セルピン単量体の凝集は、不活性の士官型立体構造をとる。 それゆえた量体は温度に対し極めて安定で、プロテアーゼを阻害できない。そのため、セルピン病は2つの主要原理によって、他のタンパク質病と似た病理を示す。まず、活性化セルピンの血質は、プロテアーゼの暴走と組織破壊を起こす。次に、超安定多量体自身もセルピンを代謝する、小胞代を妨害し、結果的に、細胞子と組織損傷を起こす。 アンチトリプシン血損症では、アンチトリプシンの多量体が肝細胞の細胞子を引き起こし、肝臓の破壊と肝硬変の原因となる。細胞内で、セルピン多量体は、小胞体における分解を受けて徐々に除去される。しかし、セルピン多量体が細胞子を起こす詳細な機構は、未だ完全には理解されていない。セルピン多量体は、生理的には、 ドメイン交換現象によって生じると考えられている。この現象においては、セルピン分子の一部分が、他のセルピン分子に取り込まれる。ドメイン交換は、変異や環境因子が、セルピンが天然状態の構造へと折りたたまれる工程における、最終段階を妨害し、高エネルギー中間体の折りたたみ異常を起こすことで、発生する。これまでに両体と3両体の両者について、 ドメイン交換構造が解かれてきた。まず、二両体においては、RCL と A c との一部が、他方のセルピン分子に組み込まれる。一方、ドメイン交換型三両体は二両体とは全く異なり、B c とトの交換によって、多両体が形成され、各分子中の RCL は、自身の A c とに取り込まれる。また、セルピンが、 RCL を他方の A シートに挿入することで、ドメイン交換構造を形成する可能性も提案されている。以上のようなドメイン交換により生じる二両体構造や3、両体構造は、疾患関連多両体業種の塊を作ると考えられているが、正確な権利は未だ明らかでない。治療戦略最も普遍的なセルピン病。 アンチトリプシン血損症の治療のために、いくつかの治療方針が実用、あるいは研究されている。アンチトリプシン増強療法は重度のアンチトリプシン血損症関連排気種に適用される。最初にプロラスティンとして市販されたこの治療薬は、アンチトリプシンをドナーの血晶から生成したもので、軽蒸脈投与により使用される。また、 重度のアンチトリプシン関連疾患においては、肺と肝臓の移植が効果的であると証明されている。動物実験では、iPS 細胞に対する遺伝子療法がアンチトリプシン多量体形成による欠乏を改善し、肝臓による活性アンチトリプシンの酸性能を回復することに成功している。他にインビトロでアンチトリプシン多量体形成を遮断する小分子の 開発が行われている。セルピンはプロテアーゼ阻害剤の中で最も普遍的でかつ最大のスーパーファミリーである。最初は深核生物のみが持つものと信じられていたが、後に細菌、古細菌、さらにある種のウイルスからも発見されている。ただし、原核生物のセルピン遺伝子が祖先から受け継がれたものか、それとも深核生物から、 水平電波によって獲得されたものなのかは明らかでない。植物性のものも動物性のものも、ほとんどの細胞内セルピンは、系統学的に単一、クレードに属することから、細胞内セルピンと細胞外セルピンは、植物と動物の分岐の後に分化した可能性がある。例外の一つに、細胞内ヒートショックタンパク質である HSP47 があり、この分子は、 コラーゲンの適切な折りたたみに必須のシャペロンでシス・ゴルジカラダと消胞体幹を循環する。プロテアーゼ阻外作用は古来から伝わる機能で、阻外型のセルピンは新化学的な新機能獲得の結果と考えられている。SR 立体構造性には結合型セルピンの標的に対する神話性を調節するように適合した。哺乳類のゲノムはの セルピン分子のクレードをコードし、それぞれセルピナからセルピンプまでの命名がされている16個のクレードは29個の疎外型セルピンと7個の非疎外型セルピンを含む。人のセルピンは2001年から500個のセルピンの系統解析に基づいた命名系を持ち、例えば、セルピンキシーというタンパク質は X クレードで Y 番目に命名されたタンパク質であることを意味する。 人のセルピンの機能は生、科学的研究、人の遺伝性疾患、およびノックアウトマウスの実験系の知見を統合することで決定された。特定の哺乳類のセルピン哺乳類のセルピンの多くは、人のセルピンと何の相当性も持たないことが明らかにされてきた。多数の月誌類のセルピンや子宮セルピンが例として挙げられよう。子宮セルピンは、 セルピナ14遺伝子によって高度される A グレードに属するセルピンである。子宮セルピンはローラシアテリアの哺乳類のうち一部の動物種の子宮内膜がプロゲステロン内視エストロゲンの影響下で産生する。おそらく子宮セルピンは機能的なプロテアーゼ阻害剤ではなく妊娠期の肺、胎児に対する母体の免疫応答を阻害したり、 体盤を介した輸送に関与したりする機能を持っているのだろう。昆虫黄色症状場へのゲノムは29のセルピン遺伝子を持つ。アミノ酸配列の解析から14のセルピンがクレード Q に3つがクレード K に分類されているが残りの12は孤立しており特定のクレードに分類されていない。クレード分類体系を症状場へのセルピンに対して用いるのは難しく。 代わりに症状媒の染色体上の位置に基づく専門的な命名体系が適用されている。症状媒のセルピン遺伝子のうち13はゲノム上に孤立して存在している。一方で、残りの16は5つのクラスターを形成し、それぞれ染色体 28D、42D、43A、77倍と 88E 上に位置する。 症状バイセルピンの研究によりセルピン -27A がイースタープロテアーゼを阻害し、配復軸形成を制御することが明らかになった。イースタープロテアーゼはスパツェルを切断する機能を持ち、スパツェルの切断はトール依存性のシグナル伝達につながる。パターン形成における中心的な役割とともにトールのシグナル伝達系は昆虫の自然免疫応答においても重要である。 よって、セルピニ A27 は、昆虫の免疫応答を制御する機能も持つ。巨大なカブトムシであるトネブリをモニターにおいては、あるタンパク質が、セルピン全体をドメインとする構造を二重に持ち、トールのタンパク質分解カスケードを調節している。セルピンチューセンチューの一種、C エリゴンスのゲノムは、セルピンを9つ持ち、全てが、 シグナル配列を書くため細胞内タンパク質のようである。しかし、9つのうち、プロテアーゼ阻害剤として働くのはわずか5つのであろう。プロテアーゼ阻害機能を持つセルピンの一つ、SPR-6 は防御機能を持ち、ストレス性のカルパイン関連リソソーム崩壊から虫体を守る。さらに、SRP-6 は破裂したリソソームから放出される。 システインプロテアーゼを阻害する。そのため、SRP-6 血損線虫はストレスに対して感受性である。SRP-6 の血損線虫が水中で死んでしまう点は特に重要である。そのためリソソームが細胞の運命を決定する上で一般的で制御可能な役割を持つと言われてきている。植物のセルピンは哺乳類のキモトリプシン様。 セリンプロテアーゼをインビトロで阻害できることがあり、大麦セルピン ZX がその代表例である。このタンパク質は人のトリプシン、キモトリプシン、そして数種の凝固因子を阻害することができる。しかしながらキモトリプシン様セリンプロテアーゼに近煙なタンパク質は植物に存在しない。小麦やライ麦のセルピンの RCL は、 排入のプロラミン貯蔵タンパク質で見られるようなポリキューの繰り返し配列を含む。そのため植物のセルピンは貯蔵タンパク質を消化してしまう昆虫や微生物のプロテアーゼを阻害する働きを持つ可能性が指摘されている。この仮説を支持する知見として独特な植物セルピンがカボチャとキュウリの歯間液から同定された。CMPS-1 の発現量増加と アブラムシの生存率の間には、負の相関が観察されるが、試験管内で休時する実験系においては組み替え、CMPS-1 は、昆虫の生存に影響しないようである。植物セルピンの他の役割と、標的プロテアーゼも提案されてきた。白犬なズナ属のセルピン、アッツァーパン1はパパイン様システインプロテアーゼである。レスポンシブツルでシケーション二十一を標的と、 することで、プログラム細胞子における、設定値の調節を行っている。アッツーパン1はまたインビトロで、メタカスパーゼ様プロテアーゼに対しても、阻害効果を持つ。他にもアツプ2とアツプ3が DNA 損傷への応答に関わるようで、ある。これまでに機能が明らかにされた新菌のセルピンは一つのみである。 ネオカリマスティクスカピローミセス SPPE2 株から発見されたセルピンである。ピローミセスは半数動物の腸に生息する植物の代謝に重要な嫌気性心筋の属名である。セルピンは阻害機能を持ち、セルピンの構造の他にさらにエノマッタにドックリンドメインを2つを持つと予想される。ドックリンはセルロースを分解する巨大細胞外タンパク質。 複合体である、真菌のセルロソームに内在する、タンパク質が普遍的に持つ構造である。そのため、セルピンは、セルロソームを、植物のプロテアーゼから保護していると考えられている。ある種の細菌のセルピンも、同様に、セルロソームに内在している。予想セルピン遺伝子は、幻覚生物の種の間で、散発的に分布している。インビトロの研究は、 幻覚生物のセルピンがプロテアーゼを阻害できることを明らかにしており、これらの分子がインビボでも同様の機能を持つことを示唆している。幻覚生物のセルピンは極限環境微生物からも発見されている。哺乳類のセルピンと対照的に極限環境微生物から同定される。セルピンは熱分解に高い抵抗性を示す。 最近のセルピンの正確な役割は未だ不明だが、クラストリディアムサーマセレムのセルピンはセルラソーム内に存在する。セルロソーム関連セルピンに関しては、セルラソームを対象とした不適切なプロテアーゼの働きを防止している可能性が指摘されている。ウイルスも、また、宿主の免疫系による防御を回避するためにセルピンを発現する。特に牛痘ウイルスや、 ウサギ免疫臭ウイルスを含むポックスウイルスが発現するセルピンは自己免疫疾患や炎症性疾患さらに移植療法における新規治療戦略となる可能性があるために興味深いものとなっているセルピー1は TLR 依存的自然免疫反応を抑制しラットの実験において同種心臓移植後の無期限の生存期間を可能にするクラマと セルピンにはクラス横断型阻外剤で、いずれもセリンプロテアーゼとシステインプロテアーゼの両者を標的とする。哺乳類の相当分子と比較すると、ウイルスのセルピンは二次構造を明らかに欠損している。特にクラマは A ヘリックスおよび E ヘリックスの大半と D ヘリックスを書いている。ありがとうございます。